昔から霊に取り憑かれた人形の話はたくさんあります。多くの人形が見る人によっては恐怖を与える表情のものもあります。人間の形をしたプラスチックに魂が取り付いているとしたらとんでもないことですね。しかし、もっと不思議で恐ろしいのは、人形が奇妙に変化し、成長し、老いるということです。少女はその人形が大好きで、いつも一緒に遊んでいました。その人形は彼女にとってはとても大切なもので、彼女が成長をし、もう遊ばなくなっても捨てたくはなかったのです。そのため、両親はその人形を他の不要品と一緒に家の屋根裏に保管していましたが、11年後に再びその人形を見るまで、奇妙なことや不気味なことは何も起こりませんでした。ある日、一家は屋根裏を掃除することになりました。屋根裏の奥から娘の貴重品が入った箱が見つかったのです。その箱を開けた時、彼らは衝撃を受けました。密閉された箱の中で大切に保管されていたその人形は、いつの間にか年を取っていたのです。もともとその人形はとても可愛い幼児人形でしたが、その人形は無生物のような陳腐化ではなく、年を経てしわくちゃの肌と正気のない疲れた目をした、まるで生きている老人のようなものになっていました。しなやかだった腕も足も硬くなり、たるんでしまっていました。無生物であるはずの人形が、どうして人間のように年を取るのでしょう。大変不思議ですね。結局、原因は不明のまま、家族はその人形を処分することにしたのです。その人形の行方は現在も不明です。この古い人形の話は、インターネット上で瞬く間に広まりました。その結果、多くの憶測を呼ぶことになります。人形の収集家の中には、人形の製造に使われた材料が時間の経過とともに腐敗した結果だという人もいました。しかしその説では、密閉された箱の中で良好な状態で保管されていたにもかかわらず、人形がしわくちゃになり、老人の形に変化してしまったことの証明にはなりません。また、人形は霊が憑依している、あるいは呪われている、長年遊んだ少女のエネルギーが宿っていると、いろいろな説があります。しかし、その原因は分かっていません。とても不思議な老いた人形でした。投稿者が旅行の際、あの有名な網走刑務所の前で撮影したものです。重厚な石造りの門の右側に立っている男性の右あたりを見てください。昔の囚人服のような、または軍服のようなものを着た人々の行列が行進しているように見えます。生前に苦しみながら亡くなっていった人たちの怨念が込められていると言います。刑務所とこの写真の人々の行列との因果関係は不明ですが、訴えるものを感じてしまいます。この写真は投稿者によるとアメリカワシントン郊外にある国立航空宇宙博物館で撮影されたものです。被写体はそこで展示されている B-29 スーパーフォートレスエノラゲイです。第二次世界大戦中、広島に原子爆弾リトルボーイを投稿した爆撃機です。そのコックピットにパイロットと思われる男性が映っていたようです。ある日投稿者は子供たちと一緒に博物館を訪れていました。エノラゲイのコックピットのアップなどデジタルカメラでパシャパシャ撮っていました。館内にはスカイウォークがあり、そこを渡ると至近距離でコックピットを見ることができたのです。彼は子供たちと一緒に写真を見ていたとき、子供の一人が写真に人の顔が写っていると言ったのです。彼は写真の中に奇妙なものがあることに気づきました。よく見るとそれは笑顔の男性の顔のようでした。さらによく見てみると、顔だけでなく腕、シートベルトらしきもの、小さな蜘蛛のようなものも写っていました。その写真に興味を持った彼は、プリントした写真を航空宇宙博物館に送りました。すると、これはスカイウォークのガラスの反射ですという手紙が返ってきたのです。そこで彼は同じ写真が撮れるかどうか、再び航空宇宙博物館を訪れました。結果はノーでした。その理由はポスターや写真、段ボールの切り抜きなど、機体に反射するようなものが周囲には全くなかったからです。また、スカイウォークに立つ来館者の影が機体に反射することはありえないということもわかりました。コックピットの窓ガラスに映るには機体の上に立っていなければならないのです。その後、
彼は知り合いの刑事2人に事情を話し、写真を見てもらいました。彼らは揃って、これは不思議な顔が写っていると答えたのです。また彼は親戚の1人に写真のことを話したところ、その親戚からこの時写真を撮るちょうど1週間前にエノラ・ゲイのパイロットが亡くなったことを知らされたのです。パイロットは原爆投下実行部隊を率い、エノラ・ゲイの機長を務めたポール・ティベッツ陸軍大佐、当時30歳のことで、2007年11月1日、脳卒中のため92歳で死去しています。そこで投稿者は早々写真をさらに調べてみると、写真の顔がティベッツ機長に似ていることが判明したのです。写真の人物はパイロットがシートベルトを締め、最後のフライトに備える姿に見えると指摘しました。こうして見比べると、確かに鼻筋や眉毛の形が当時のティベットによく似ていませんか？死後もここに登場するのはエノラゲイへの思い入れがあったのかもしれないですね。心霊写真が簡単に作れるデジタル時代、フェイクの可能性も否定できませんが、あまりにリアルで投稿者の言葉に嘘が感じられなかったのでご紹介させていただきました。フィリピン南部ミンダナオ島のダバオ州で男性が風にも川で溺死する事故が発生しました。これは男性の魂が体から抜ける瞬間を捉えたものですと主張しているのは、このビデオが撮影された地域の住民シャネル・グティエレスさん25歳です。彼女はその日川で溺れた男性の救出作業を近所の人たちと一緒に見守っていました。溺れた男性は近くの採石場で働いていたドンドンさんです。川に落ちた野良犬を助けようとして不幸に見舞われてしまいます。ドンドンさんは犬を安全な場所まで押し上げることはできたのですが、その最中、彼自身も川の奥に落ちていったのです。しばらくしてドンドンさんの姿が見えないことに気づいた同僚がレスキュー隊に助けを求めました。レスキュー隊が採石場のショベルカーでようやく救出したのですが、2時間も川に漂っていたドンドンさんはすでにお亡くなりになっていました。携帯電話のカメラで救助の様子を撮影していたシャネルさんは、そのビデオを見返した時自分の目を疑ったと言います。なんと川の水面を滑るように走る人の形をした白いもやが映り込んでいたからです。彼女はまさか自分があんな映像を撮影しているとは思っていなかったので大変驚いたそうです。あれは彼の幽霊だったんですね。見た瞬間そう感じましたと語っています。アプリなどを使って画像を加工したのではないかと聞かれたシャネルさんは完全否定をしています。さらに彼女は、溺れた男性の家族はとても苦しんでいますね。私は彼を助けようとする人々を撮影しただけで、まさか幽霊を見ると思いもしませんでしたと語っています。彼女によると同じ川で溺死したのはドンドンさんで3人目だそうです。これらの死は悪魔の仕業だと信じているということです。投稿者は自宅前の路上で友人を撮影しました。左側に立っている男性の影に注目してください。影が異常に歪んでいます。専門家によりますと、これはこの男性の守護霊で、この男性に危険を知らせていると思われるそうです。投稿者によると、この写真を撮った1ヶ月後、男性ははしかにかかり、1週間ほど入院したそうです。大人になってからのはしかは、場合によっては命に関わることもある危険な病気です。この写真の不思議な影と、はしかの発症が大変気になる不思議な写真です。アメリカ・ニューメキシコ州クロービスで民家の防犯カメラが奇妙な物体を捉えていました。それはこの世のものとは思えないような白い人影でした。それを見たその家の住人ブリアナ・ヘルナンデスさんは、見た瞬間恐怖で髪の毛が逆立ったと言います。ブリアナさんによると、それが家の前に現れたのはその日のちょうど夕食時でした。最初に気づいたのはブリアナさんの夫でした。何気なく防犯カメラのモニターに目をやると、それが映っていたのです。ブリアナさんはその映像を見ながら、あれは人なの？とご主人に尋ねると、いや違う、人なわけがないと言い、とっさにモニターに駆け寄ったと言います。画像をよく確認すると、家の前を白く光る人影が人がするように腕を振って歩いて通過していく様子が確認されました。ご夫婦はこれが幽霊だと確信されたそうです。
実はご夫婦はこの家に引っ越す前に、この物件をよく知る男性に話を聞いたところ、この家が建っている跡地には少し気になる過去があったというのです。それによると彼のおじさんがこの土地で暮らしていて、数年前に亡くなったといいます。その後、家が壊され新しく二世帯用住宅が建つまで、家はずっと空き家のままだったとのことでした。俗に言う事故物件というのでしょうか。ご主人は新しい家に幽霊が出るのではないかと心配していたのですが、ブリアナさんは全く気にしていなかったようです。しかし、このことをきっかけに、彼女は現在幽霊の存在を固く信じるようになり、今後は防犯カメラにもっと気を配りたいと語っています。アメリカの作家、ジョン・キャッツ氏70歳は、墓地で偶然人面が現れた墓石を発見しました。それは目を細めた人間の顔で、男性とも女性とも判断がつかないものでした。この墓石はかなり古いもののようで、どこの墓地かは明かされていません。人面が墓石の裏側にあるように見えます。台座に刈り取られた草が積もっていることから、墓参りする人がいなくなって久しいと思われます。キャッツ氏は自身のブログで墓石の写真を公開し、今朝美しい墓石を歩いていたら、ある墓石の上にこの顔があるのを見つけて驚きました。私はそれをじっと見てしまいました。あなたは何が見えますか?と読者に問いかけています。シミや汚れの中に人の顔が見えるというのは、パレイドリアという心理現象でよく片付けられるのですが、目に相当する部分をよく見ると、薄く閉じられたまぶたの奥に瞳が覗いていることに気がついたのは私だけでしょうか。果たしてこれは心霊現象なのでしょうか。この写真は南米チリのテレビニュースで紹介されていたものです。自動車事故の現場直後に撮影されたものです。赤い丸で囲まれた部分に半透明の人影のようなものが映っていました。それは道路に横たわる遺体をじっと見つめている様子です。この事故は2008年7月19日、地元では呪われた道と呼ばれる国道 A16 号で発生しました。フェルナンド・ゲレロ・タピアさん50歳とアルベルト・ガリヒロス・ラモスデスさん43歳の男性2人がお亡くなりになりました。トラックの運転手がこの写真を撮ったのは事故発生からわずか20分後のことでした。運転手はこの事故で亡くなった男性の霊を捉えたと確信しています。もしその霊だとしたら、フェルナンドさんのものである可能性が高いようです。友人の話によると、このシルエットはフェルナンドさんが事故当日に着ていた服と同じものを着ていると言います。果たして、これは本当に幽霊なのでしょうか?それとも単なるブレか、捏造か、真相は不明です。本日はここまでです。ご紹介しました画像の元動画のあるものは URL を説明欄に貼っておきます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。